はい、皆さんこんにちは、フォーゲーマーシュガロッチです。はい、ということで今回もサモンズボでやっていきたいと思います。はい、ということで今回来ているのはデッドトラック、こちらでございます。闇竜のねぐらですかね。ちょっと最近読み方に自信がないんですけど、はい、ボス今待ち受けるのは蒸気竜ベイパーギアですね。はい、呪いを持ってる攻撃アシストタイプで、スキルがギャラクシートラック、盤面外周の敵に闇属性攻撃力30倍ダメージ、ほう、アンド HP 20% すり抜け回復マスイッチ、あ、強力ですね。矢印もまあ下マスないですけど全部20ですし、かなり強力な気がします。で、攻撃力も261で結構高いですね。まあ HP が低いのは攻撃タイプなんでしょうがないかなと思います。はい、で、リーダースキルですね。闇属性の味方は乗る状態の敵に対し攻撃力 4.5 倍、で、アシストタイプの味方は設置した回復の速攻が2倍。なるほど、なるほどね、強力ですね。倍率も高いんで呪いをかけた状態でスキルを当てればいいのかな、そういうことですかね。で、まあ、回復マスの効果も2倍になるんで HP20% が 40% 回復になる、すごい強いな、そうやって考えると。はい、で、今回挑むのはこちら。ちょっと神が入ってしまっているんですけど、まあ、マーレを中心としたカウンターパーティーですね。しっかりですね、この反撃攻撃力強化もついちゃってます。あとはムツキスクルドによる、無敵&反射ですね。で、それプラス、まあ、ゼブフォベレルは、まあ、サポートというかカウンターの効率を上げるキャラクターになっております。はい、じゃあ行きます、ドン。はい、ということで始まりました。まず第一入れですね。肝になるのはこのピクシーかなと思います。斜め4マスの敵は10ターン内で攻撃力使用不可になってスキルターンは10ターン減少と、まあ、ブーストしてくれる分ちょっと動けなくなるよっていうの、ちょっとでかもだいぶ動けなくなるんで、まあ、今回ブーストしてもらう必要ないのでこのスキルは食らいたくないです。ピクシーこいつですね、食らいたくないです。で、他はあと斜め列に対して15倍ダメージ受ける与えるのと、あとは縦列に対して9倍のダメージっていうのがいます。まあ、今回はまあちょこちょこ動かしながら敵を誘導しつつうまいこと挟み込んでいきたいなと思います。そしてなんといってもこの倍速モード素晴らしいですね。これどうしようかな、下来ないだろうし、こうしましょう。まあ、この倍速モードが快適すぎてですね。なるほど、ゼブフォエレルは多分耐えれると見た。すごい、このもう多分今回がこの倍速がついてから初めての、あー、どうしよっかな、斜め、まあ斜め大丈夫かな。ちょっと嫌な位置ですね、まあ、大丈夫かな。そう、倍速がついてから初めてのこうオーラキネチ言えるわけなんですけど、快適ですね。やはり連れ来ないよな、てかムツキやばいかな、どうせ移動できないか、倒せば OK、 セイ、いやー、さっきは経緯で、あ、いい位置、いい位置ですね。これカウンターでいい感じですね。まあオート回復もついてるんで、まあ、そのあたりはやりやすいのかなと。これチェーンだっけ、チェーンじゃない、チェーンじゃないなら攻めてもいいかな。それ、これで、ああ、なるほど、まずいです。ああ、いいか、これで回避アップがつけば、まあ、食らわないかな。斜めが怖い、斜めが怖いけど今のとこ大丈夫、大丈夫、避けて避けて、よし、ナイス。あー、絶対どっちか食らうな。いや、これでいきましょう。よし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 、またもうまいこと稼げたし、ちょうどいいかな。ナイスか、いい、よっしゃ、
はい、エリアにですね、全体が3なので、まあ、ここは、猫ちゃんのスキルですね。斜め4マスに対して5000ダメージで、激毒にするスリングトラップ、結構強力なんで、猫ちゃんを優先的に倒したいと。まあでもどれも一緒かな。この回復、ゴーレムの回復以外は、まあ、なるべく早めに倒した方がいいなと思います。ということでカウンター付与、あと回復がわりかし出るような気がするんで、回復はなるべく全体が持ってるキャラクターでどんどん取っていってほしいなと思います。よし、いい感じだ。耐えるよ。よし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 、いい感じだ。多分リザードマン倒せるということで、こっちに行きましょう。よし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 、このまま。あ、でも左側のやつはちょっと心配ですね。まあ斜めに攻撃させなきゃいいんですけども、あ、であと平井ダメージ結構来てるんですけど、あれあんまり痛くないんで、そんな気にする必要ない気がしますね。いや、引っ張り出すか、引っ張り出そう。あ、いや、その必要もない。そうっすね、ちょっとムツキが心配かなぐらい。はい、これでカウンターが当たれば、はいはいはい、いい感じですね。ハートを取りたいな、ハートを取りたい。ゴーレムが左上に来ることを想定すると、でもハートもいらないんだよな多分。こうかな、これで抜けれるんじゃないのかな、このエリア。せいせいせい、よし。そしてボスです。結構スムーズですね。はい、でここは、残り26だったかな、7だったかな、確か6だった気がする。まあカウントを見ながらいきたいなと思います。でそのタイミングで、ムツキと、スクルドのスキルをうまく使っていきたいなと思います。はい、警告、残り4ターン、やっぱ26かな。せい、あ、やべえ、危ねえ。大丈夫だね、セーフセーフ、シリンダーセーブ。次かな、まだ大丈夫だよね。はい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 、残り1ターン、ここですね。ここで、まあ、しっかり説明してくれてるんで、まずムツキを使いながらスクルドで防御を回すと。これでしっかり反射できれば、セイドンといった感じですね、倒せます。でまあ、最悪今一発で反射できてるんで、まあ、他の例えば、まあ、3体とも反射する必要なくて、まあ、スクルドならスクルドだけとか、あとはムツキならムツキだけとか、まあ、反射でも多分倒せると思います。はい、で今回のやつでこの何でしたっけ、サモンズカップが最後になっているような気がします。でどれも結構特徴的なスキルを持っていて強力なので、まあ、またそのうちね、もしかしたらラッシュみたいな感じで復活することもあるのかな。でも迷宮のラッシュは今までないか、あれぐらいか、伝承流ぐらいか。まあ、なんでね、ぜひまた来た時とかもやってほしいなと思いますし、もちろんこのですね、闇属性のペイパーギアもですね、しっかりスキルレベル上げてほしいなと思います。はい、といった感じで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画で。バイバイ。